ライフログアクティビティバンドガーミンのビボスマート J のご紹介でございます。ジャキーン。初めて、人生で初めてアクティビティバンドというものをつけておりますが、おすすめポイント、まずアクティビティバンドはこう歩数とか、まあいろいろ心拍数とか、ああいうところをね、見るためのものなんですが、私がね一番この、ビボスマートをね、実はね今2日くらい使いました。使って、気に入ったポイント、通知ですよね。スマートノーティファイという機能がございまして、そちらはですね iPhone の通知をリアルタイムで受信して、ここで内容を確認することができます。もちろん返信等はここではできませんよ。にすごく助けられたというような、感触でしょうか。まあ他にもね、たくさん、いいところあるんですけれども、一番僕が気に入ったところはそこです。他にもねこういったことができる、バンドっていろいろあると思うんですけれども、まあ付加機能として相当いろんなものがございますので、まあその辺も踏まえて、開封からですね、実際私お出かけして使ってみましたので、その辺の様子とかもご覧いただきまして、その後にまた追加情報をね、お届けして、っていうような流れにしたいと思っておりますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。はい、それではね、ガーミンのビボスマート、J の、開封を行っていきたいと思います。せーの、はい、開封完了いたしました。ちょっとまあ見ていきますか。まずですね、こちらが外箱ですね。はい、はい、外箱、裏にはいろいろ書いておりますが、見えるかな。はい、いろいろ書いております。特徴、製品仕様、機能とかまあいろいろ書いてますが、これはまあ後ほどご説明するとして、で、こちらが、ここにちょっと金具がございますね。ここを接続して充電するんだと思います。で、こちらが、これはなんだろうね。なんだろう。なんかクリップ。あ、クリップみたいな。サイズ変更するやつかな。で、本体。こういう、なんかパチってつけるやつです。こういうパターンのやつ。よくアミューズメントパークなんかのこのフリーパスみたいな。いや、あんなに弱くないですよ。もっとしっかりしますよね。で、まあ、説明書類となんか保証書類がこんだけあって、で、中箱ですね。まあ、こんなもんでしょう。はい。それではね、実際に、使ってみたいと思います。どのような感じなのか、ちょっと見てこう、見て。裏側のこの感じ。はい。充電する部分があって、で、端っこにこうやって名前書いてますね。ガーミンって書いてあるのかな、メーカーの名前ですね。このディスプレイというかですね、ここ数字が出てくるんですけれども、こういう風に縦表示、そして横表示にも対応してるので、例えばこうやってつけて、でもこのままこういう風に見れるし、まあこうやって見ることもできるし、まあ何かと便利そうな雰囲気ではございますね。で、先ほど、ちょっとご覧いただきましたけれども、このこちらね、クリップ、これ充電の台と言いましたけども、こちらで充電するにはどうしたらいいのかっていうのをご覧いただきましょうか。で、ここにある金属部分ですね。ここと、このビボスマートの金属部分を合わせるだけですね。ピタッと合います。やると。はい。で、挿してしまえば充電が開始されるということです。ちょっと挿してみましょうね。ちゃんと充電中のマークが出てまいりましたね。はい。こうやって充電します。とりあえずつけてみますね。これつけるときにね、さっきね、中身をご覧いただいたときにですね、この、これなんだろうって言ってたやつね。ただですね、ちゃんとですね、意味がございまして、こっち側に刺すじゃないですか。刺します。ね。刺します。で、つけます。で、ここ好きなところでパチって止めます。ね、止めると、こっちの余ってくる分を、このカバーで止めるみたいな。はい、こういう使い方をするものみたいですね。こちらはですね、アプリと、iPhone のアプリと連動して、使えるものとなっております。これからですね、iPhone のアプリと、画面ご覧いただきながらですね、ペアリングを行っていきたいと思います。はい、こちらね、専用の、アプリを今立ち上げているんですが、ログインをね、Facebook とかのアカウントで簡単にログインできます。ログイン、サインインできますので、サインインした後に、このようにデバイスをペアリングするというメニューが出てまいりますので、ここでね、ビボスマート、こちらですね。私もすでにこれ入力してありますので、これで次へ、デバイスを検索しています。これ画面キャプチャしてるから、ペアリングできないっていう可能性も出てまいりましたよね。ちょっと、それではですね、直撮りでペアリングさせていきたいと思います。はい、それではね、今、直撮りで行っております。
まずこちらの方を、電源を入れまして、長押しするとメニューが変わりますので、ここで、Bluetooth を選択で、オフになっておりますが、ここを、こちら、ペアリングを表示させて、アプリの方もですね、今この画面にしましょうかね、ありますか、はい、フィットネス、スマート、体重 OK、ここまでね、さっきやりました。今ね、デバイスを検索しますということで、ペアリングタップしてみたいと思います。あ、見つかった。よし。はい。ペアリング中。ああ、ペアリングします。ペアリング側のパスワードを入力してくれということで、こちらに表示されている、ご覧いただきますかね。965261。ここに965261。OK! 設定完了。ビボスマートとこの iPhone6 Plus を持ってですね、千葉から、こちらに来る友人と一緒にですね、新世界の方でちょっと一杯飲みに行くので、その際につけていきたいと思います。まあ、ニュースが見れたりとか、まあいろいろありますが、この辺はね、ちょっと、今回は割愛させていただきたいと思います。まず、まあとにかく iPhone ありきでこのビボスマートをね、どのように使うのかっていうところをね、今回ご覧いただきたいと思います。はい、アプリは Android バージョンと iOS バージョンがございますので、私は iPhone でご紹介しておりますが、 Android の方も使うことが可能が、ガーミンの、ウェブ管理サイトガーミンコネクトっていうのがございまして、私が今使ってこの iPhone のアプリの分もですね、そのガーミンコネクトのモバイルっていうアプリなんです。これのウェブサービスもございますので、パソコンで、ブラウザの方から見ると、そこで同期して管理することが可能だということです。パソコンと同期する方法もございますが、今回はあくまでスマートフォン、Android もしくは iOS 使って同期するっていうところの設定、そして使い方っていうのをご覧いただきたいと思います。はい。それではですね、私、これからこいつをつけてお出かけに行っていきたいと思います。はい、というわけで、新世界です。見えるかな？友達と待ち合わせしてるんですけれども、その前にですね、ちょっとご覧いただきましょうか。こちらこんな感じですね。これ実は iPhone の通知を見ることができるんですね。はい、ご覧ください。あ、出た、今来た。何これ、なんちゃら 3D、 あ、ゲームか。こう通知が来ると、これ同期して同じタイミングで来るんですね。だから、外出時 iPhone をマナーモードにしていても通知に気づかないことはないということですね。はい、こうやって、こちらがね、通知を見る項目で、こうやって今スウォームのやつがあるのかな。でこうやってね、こうどうやってこうかこうやって、通知を見ることができます。で、はい、でこれがリモコンですね。でこれが MI ってやつですね。ちょっとこの辺は調べてみないと分かりませんが、こちらが心拍とで、こちらが、動いた、運動量ですね。今日はあんまりないです。で、これが歩数かな、歩数みたいなやつかな。あ、これが歩数ですね、ごめんなさいね。でこれがなんか、これがカロリーですね。確かゴールっていう設定はこの6000いくらっていうところになってて、まだ今こんだけだよってことです。で歩数と時間ね、はい、こんな感じで、ほとんど設定なしでこの状態です。ただね、時計がこうスマホと同期させるっていう項目があるんですよ。ご覧くださいね。まず長押し、長押しするとこのようにメニューが出てきて、こちらが、活動量の部分がございます。それぞれの設定をしていくんですよね。で睡眠モードがあったりで、こちらにはちょっとよくわからない設定よくわからんのかい。あ、明るさですね、明るさの設定で、このこれセキュリティ、このセキュリティの設定をオンにして、これプライバシーモードにするか なしにするかっていうのを選択します。この電話マークは iPhone に通知を鳴らすことが可能です。その代わりアプリを立ち上げていないと、ダメなのであまり意味がないですね。でこちらがこちらも同期項目で、アプリを立ち上げてないと意味がないですね。で Bluetooth 接続するときのものと、でこちらが時計の設定なんです。先ほど言いましたけど、こちら今スマートフォンの設定になってるんですけど、で手動で設定することもできるんですが、今はあえてスマートフォンにします。アプリを立ち上げていないとうまく同期しないのかもしれません。はい。で言語設定、まあ、こんな感じですね。はい。完全防水であることをご覧いただきましょう。いやー、人のものをびちょびちょにするというこの
半額、はい、全然問題ないです。でこれジェスチャーに反応するんです。例えばね、今ついてないですけど、こうやると、あ、出た、ついたでしょ。ちゃんとジェスチャーでつくようになってます。こう見る、見るという、これ見るというアクションに反応してディスプレイがまたつくようになってます。はい、いろいろと細かいところに気が利いておりますね。はい、それではね、しばらく使ってきましたこちら Vivo スマートのですね、情報を、追加情報というか、をお届けしたいと思います。その、ガーミンというね、ブランドが、作られたバンドなんですよ。で、イーヨネットさんっていうところが、販売代理店で販売されていると。で、その商品をアップバンクさんで扱っているということなんですけれども、こちら、ガーミンの Vivo スマート J という、商品名でございます。で、テレビや、照明にも採用されている、OLED を使った、タッチパネル、そしてディスプレイなので、夜間でも、その日光の下でもうまく調節すれば、文字がすごく見えやすいと。そして、省電力であるということですね。で、7日間、充電しなくてもいいという、バッテリーの持ちを実現しているということですね。で、先ほどの私が実際使用した動画でもね、ご覧いただいたように、iPhone の通知がリアルタイムでバンドに届きます。はい、これスマートノーティファイという機能なんですが、こちらも素晴らしい機能でございます。もうね、どのアプリでも全部、日本語で、ちゃんと、通知センターに表示されている文字が全て表示されるというような形ですね。例えばじゃあご覧いただきますか。あ、今ね、カメリオっていう文字表示されてるの分かっていただけると思うんです。これタップすると、カメリオの文字が、この、もう、押していくことにこうやって出てくる、ほら。ね、出てきますね。これとりあえず、通知センターに表示される文字全部ここで確認することができると。で、Bluetooth の届く範囲であれば、iPhone に音を鳴らすことができると。どこ行ったかなって、まあ、家の中ぐらいであれば、どこにあるかっていうのをね、音を鳴らすことで確認することができます。あと音楽の、リモコンにもなる。ミュージックのリモコンにもなると。で、外部機器やフィットネスセンサーとの連携もサポートしており、心拍数や自動車用のスピードセンサーにも対応。様々なトレーニングをサポートする仕様となっております。そこまでね、私の方で、レビューできればよかったんですが、まあ、とにかくね、高機能です。いろんなことが考えられて作り込まれているアクティビティバンドですね。ちなみに商品のラインナップでございますが、私は今日、今回レビューしているのは、Vivo Smart J の、バンド L サイズでございます。ね、大きい方のサイズ。こう、男性の方はね、これでいいと思いますが、女性の方はね、M サイズっていうのもね、S サイズっていうのもご用意されております。お値段の方は全く一緒です。まあ、ほんとこう、アップバンクストアさんのレンタルプログラムで初めてと言っていいぐらい、2日間ずっと密着して使ってみたグッズなんですが、ね、昨日、動画でもご覧いただいたように、新世界にね、飲みに行ってたんですよ、友達と。でも、その時に使ったんですけどもね、本当にね、通知がリアルタイムで届きますし、ツイッターの、メンションとかも見れたりとかですね、その飲み会でですね、みんなでフェイスブックのメッセンジャーのグループとかっていうのを作っていて、そこでのメッセージのやり取りとかっていうのもあるんですけど、そちらもリアルタイムでこちらで管理、まあ、ここでから返信することって無理ですよ。Apple Watch みたいにここから返信はできませんけれども、確認して iPhone で返信する。必要なものだけこう、振り分けるみたいな感じな使い方ができますね、ここで。はい、まあちょっと便利で欲しくはなりましたね。今までこういうアクティビティ系のバンドって持ったことなかったんですが、非常に便利だという感想を持ちました。はい、で気になるお値段の方なんですが、少々お高い商品となっております。このガーミンというブランドはですね、普段自動車の GPS などを作っている、本当に信頼を置ける、ブランドさん、メーカーさんでございます。作りもしっかりしております。完全防水。お値段の方は 19,224円。ね。このアクティビティバンドの、その、種類の中では、他にもね、ナイキの、何でしたっけ、フューエルバンドでしたっけとかですね、ジョーボーンアップとかですね、ああいったものがございますが、その中でも割と高価な部類には入るとは思いますが、まあ完全防水と、で、すでにね、フューエルバンド使われてる方がね、昨日、いたんで、ちょっと意見を頂戴しましたらですね、このディスプレイを、こう、ボタンが全く存在しない状態で、スワイプでこうやって見れるっていうのは、なかなかないよというご意見をいただきました。なるほど。そういったところでもちょっとこう、最新の技術が使われているのかなというような感想ですね。はい、まあそんなこんなで、
私の力不足ではございますけれども、これぐらいのご紹介とさせていただきます。はい、もっとね、1週間2週間使えればもっといろんな意見が、もしかしたら出てくる可能性のある、商品ですね、使い込めば使い込むほどどんどん馴染んでいくんじゃないでしょうか。はい、まあそういうことでビボススマートのご紹介でございました。気になった方はですね、詳細等はですね、下のバンクストアさんのリンクからぜひご覧ください。それではちょっと長くなりましたが、はい、本日は以上です。また次の動画でお会いしましょう。マグニーチャンネルをご覧いただきありがとうございます。少しでも気に入っていただけたのならですね、下のチャンネル登録ボタン、赤いチャンネル登録ボタンからですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そして、今後ともマグニーチャンネルの活動の中でいろんなことをしていきたいと思っておる次第でございます。よろしければですね、下のコメントもしくは下の LINE アットのからですね、 LINE アット登録していただいて、リクエスト等ありましたらぜひ、一言お寄せください。というわけで今後も頑張っていきたいと思っております。本日もご覧いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。